イタリア一部ラツィオの日本代表 MF 鎌田大地は今年3月の監督交代を機にレギュラーに定着し、チームに欠かせない存在となっている。新指揮官のイゴール・トゥドール監督が、鎌田はマシーンだ。彼はミスをしない、と日本人 MF を絶賛している。フットボール・イタリアが伝えた。昨夏にラツィオに加入した鎌田はマウリツィサッ前監督の下では定位置をつかみきれず、 1> 1年でのの対談の噂も加熱していたしかし、3月にサッリゼン監督が退任し、後任としてクロアチア人のトゥドール監督が就任すると息を吹き返してリーグ戦では直近7試合連続でスタメン出場中。新指揮官から絶大な信頼をつかみ、契約延長に向かっているとも報じられている。節インテルとの対戦を控える中で 記者会見でトゥドール監督は日本代表 MF について言及していた。私は彼と話すことはほとんどない。それは言語が理由ではない。私たちは英語で会話をするし、彼のイタリア語も上達している。あまり話さないのは、彼が正しいことをし続けているからだ。鎌田はいい意味でマシーンだ。彼はミスをしない。フットボールの才能と結びついたクレイジーな能を持っている。 彼はミッドフィールドならどこでもプレーできる。ボールを奪い、チームを前に進める。私は彼をリスペクトしている。彼は私にとって大きな発見だ。プドール監督は鎌田の才能に惚れ込んでいるようで、まるで機械のような精密なプレーに賞賛を惜しまなかった。